にょご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 にょ。おやおや、カブト人が何やらとんでもないことを計画しているみたいですよ。外の世界へ行く？外の世界をみんなで見に行こうと思うんだ。気になるだろう？そりゃ気にならないと言ったら嘘になるけど、外の世界は危険がいっぱいって聞いてるぞ。そうよ、猫や蛇だって出るんだから。それに虫人の森よりずっとずっと広いのよ。迷子になって帰ってこられなくなるわよ。大丈夫、そしたら飛んで逃げればいいんだ。とにかく一度行ってみたいんだよ。ねえ、行こう。お願いお願いお願い。わかったでござる、一緒に行くでござるよ。ありがとう、トンボに。クワガニンとチョウチョにも一緒に行ってくれる？仕方ないわね、カブトニンとトンボニンだけで行かせるわけにはいかないでしょ。お前らだけじゃ心配だから一緒に行ってやるよ。やったー、みんなありがとう。ただし危険だと思ったらすぐ帰るからな。そうよ、安全第一。わかってるって。それじゃあ外の世界へ出発。ちょっとカブトに。安全第一でござるよ。ちょっと、うわっ、おい大丈夫か、カブトに。様子見ばかりしてるからよ。そうでござるよ。ここどこだ？そうだな、なんかバランスが取りづらいけど。うわあ、わかったわ、これは大きな乗り物なのよ。え、乗り物？こんな大きな乗り物乗ったの初めてだ。これが外の世界か。外の世界は思ってたよりずっと広いわね。あー、風が気持ちいいでござる。止まった。おい、あれ見てみろよ。わあ、大きな池だわ。まるで海でござる。近くまで行ってみよう。うん、みんな滑りやすいから気をつけて歩けよ。外の世界はスケールが違うでござるな。虫人の森にもこんな池があったらいいでござる。毎日来るでござる。わあ、トンボに。だから言ったのに大丈夫か。大丈夫だよ、だってトンボニンは池で生まれて池で育ったんだ。そっか、そうよね。おーい、トンボニン、早く上がってこいよ。拙者は泳げないでござるよ。助けてほしいでござる。大丈夫でござる。ただ羽が濡れてしばらく飛べそうにないでござる。羽が乾くまであの乗り物に乗せてもらえばいいさ。そうそう、飛ぶよりあれに乗ってた方が楽だしね。それじゃあ置いていかれないうちに乗り物に戻ろう。はあ、間に合ってよかった。今度はどこに向かってるのかしら。安全第一で行くでござる。お前が言うな。いい眺めでござる。この景色、虫人の森のみんなにも見せてやりたいな。外の世界がこんなに広いなんて知ったら驚くだろうな。うわー、楽しそうな乗り物がたくさんあるぞ。私あれに乗ってみたいわ。俺はあれに乗ってみたいな。絶対俺が勝つ。望むところでござる。負けないわよ。それじゃあ行くよ。よーい、ダン。これが一番。負けないでござる。ござるござるござる。
のに。くっそー、2番か。残念、3番でござる。蝶々に、あと少しだ、頑張れ。でも、なんかだんだん揺れが速くなってないか？確かに、速くなってる気がするでござる。おい、みんな大丈夫か？カブトニンが地面に刺さってるわ。抜いてくれ。だった。外の世界ってこんなに楽しいところだったんだね。ほんと、来てよかったでござる。またみんなで来ような。うん、絶対また来よ。どうしたの、カブトニン。こんにちは。わーしゃー、マグ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 。うわぁ、みんな逃げろ。ね、飛んでしまえばこっちのもんだ。危なかった。危うく動物たちの餌になるところだったわ。ん？今、何かが通ったような。二度と外の世界には出ないと誓ったんだって。さあ、本日はお時間となりました。この動画が面白いと思った方は